こんにちは。まあ通用しないでしょうね吉田さんねまあだけどね高いレベルでものを言うと通用したりするんですよというのが私、ね、の不動産の取引で揉めたことがあってですね相手方の不動産の代表と弁護士とねこちら側の、うん、弁護士の代表とただあの戦わしたことがあったんですよで相手側の弁護士さんっていうのはただ決まったことをね伝えてくるだけでこちらも言い分を伝えるだけということで ご本人さんが言われてましたけども私は弁護士ですけどもガキの使いですだから同じ答えしかしませんのでそこは諦めてくださいって言われたんですよでこちら側の弁護士さんはどういうことかっていうと法律をどのように自分たちに有利に解釈するかが弁護士の仕事ですだから任しておいてくださいって言われてましたねそうなるとですね法律条文それから判例では同じ文字が書いてあるのに そのの文字から別の解釈を抜き取って訴状にするんですよそうするとそれがね裁判でで通ったりすするんですよねだからガキの使いというようなもう本当に書いてある通りに解釈するのか書いてはあるけれどもじゃあここに例外規定があってその例外について今回のことは除外しない除外するって書いてませんよねっていうところからね切り崩していく方法でじゃあ今までに。 今回私たたちが同を出したようなことがが否定されたた判例がありますかっって言ったら、ないんですよ。ないってことはこれが通るっていう可能性があるんじゃないですかっていうところからこの小さな穴からね広げていってね覆すみたいなことがあってなかなか面白いせめぎ合いだったですよねで当にね法律条文を書いてあるのは一種類じゃないですかなのに解釈を変えるんですよねでこれを前提に安倍政権の頃のねあの憲法解釈を聞いてみると 今回の内閣では第2次安倍政権ではこの憲法の条文をこのように解釈することにしたみたいなことが言われてたんですよ。これはどういうことかっていうと今まで一通りの解釈でずーっときた日本の歴史を覆してですねいや憲法の解釈をするのはその時の内閣なんでこれでいいんだっていうので押し切っちゃってえー、検察情報のね改正が通っちゃったみたいなことがあったわけなんですよね。いや、そうなるとね。 その時も批判されてましたけどもじゃあ解釈をいかようにしてもいいっていうんだったらねその時の権力者が自由に解釈しちゃうじゃないかっていう風な意見が出たんですけどもそういうもんだってことで落ち着いたんですよ。なるほどねうん。だから同じ文字が書いてあってもどのように解釈するかっていうのはその時の決定権者が最終的なジャッジをするんだなと思ったらねもう法律もクソもないなと思いましたねまさに、うん。なんかねあの 懲戒処分にするみたいなことがあったんですよ。何かの事例であ、そうそう、麻雀かなんかでね。あの賭博をしたものは懲戒にするとかみたいな規定があって、ただ懲戒の中に訓告ってのがあるんですよ。懲戒ってのは一見その厳しそうにも見えますけど、訓告っていうのはあ,あなたがやったことはダメなんですよ。っていう風に知らせることらしいんですよ。つまりなんか罰則であり、無罰であるというかね。 厳重注意も同じですけども、厳重注意って書いた紙を渡すだけなんで、処分としては履歴に厳重注意を受けたっていうふうになりますけども、給料が減らされるわけでもなくて、一定の権利を損なわれるわけでもなくて、ただちょっとね、見た目が悪いってだけなんですよね。でも、実質的には、無効と一緒というね、こんなことがあるわけですよ。まあ、解釈は様々なんですね。まさに言えることは、現象は一つ、解釈は無限にあるんで、 自分の置かれた状況をどのように解釈するかは自分が都合よくまあ後付きしてるんだろうなっていうところですかね。言ってらっしゃい